川崎拓吉から1936年3月27日は、日本の官僚、政治家、広島県鴨郡広村生まれ、医師の次男として生まれ、広島中学校に入学も4年で中退し、千葉中学校に編入。旧政第一高等学校を経て、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。自治制度研究のため大学院に進み、 卒業後内務省入りした。1916年、福島県知事。1919年、台湾総督府内務局長、さらに職産局長となる。1922年、名古屋市長。名古屋市長時代の1924年、名古屋屋ごと山本球場で開始された第一回選抜中等学校野球大会の始球式を務めた。同年の内務省警保局長。 県警察公衆所長、1925年の内務時間を経て、1926年、貴族院直選議員となり、浜口祐子、若月玲二郎の紹介で、県政会に入党。翌、1927年に、県政会が、声友本党と合同して、立憲民政党を結成すると、川崎も民政党に所属した。1929年に、 浜口内閣の法制局長官。1931年には、第2次、若月内閣の内閣書記官庁を歴任。1932年、民政党総務。政治思想の同様期にあって、議会政治の尊重、ファッション反対を打ち出し政民連携に奔走した。1935年、民政党幹事長に就任。1936年、 岡田内閣の文部大臣として初入閣を果たしたが、直後に2.26事件が勃発。陸軍は、う垣き罰で統制派の寺内俊一を立てて、組閣に干渉。続く、広田内閣では、内務大臣に予定されていたが、陸軍の横槍で、商工大臣に回された。商工省として、新任式当日の閣議に出た後に病気で倒れて65歳で、死亡。 長女は東洋アサイト宝石、日本カーボン、正木き山と鉛筆等の社長を歴任した、実業家、近藤健二の長男に嫁いだ。旧三菱財閥の流れを組む、企業集団、三菱グループと三菱鉛筆は、三菱の文字も使用する上ロゴマークも同じであるものの、一切の資本、人的関係がないが、三菱財閥と密接な関係を持つ、政党。 立憲民政党に所属していた川崎と三菱鉛筆の前身、正木山戸鉛筆の社長を務めた近藤は、子供同士の婚姻により隕石関係で結ばれた。また、近藤の次女が嫁いだ高島家は後に三菱の創業者一族岩崎家と隕石関係でつながったため、川崎家は近藤や高島家を通じて岩崎家の系類になったといえる。 ありがとうございます。